福岡県のギャラリーのろぺこです。こちらはのろぺこの天然石を使ったデザインネックレス2点です。まずはトルソーにセットしてみますが、どちらも頭からスポッとかぶえる長さで仕上げています。一番短い長さでセットをしています。年中使えるネックレスです。一番長くした時、トップ部分は天然石を透かしのパーツに接着しています。こちら天然石ですが、中央のターコイズカラーのものは練りの天然石だと思います。ちょっと素材が詳しく分かりません。そしてプレナイトとラベンダーメジスト、こちらは黒猫が先端に下がるデザイン。透かしパーツは後ろの部分も綺麗に仕上げました。ネック部分はビーズも使っています。天然石はハウライトターコイズと、そしてスネークジャスパー、カニカンでセットをします。こちら長さ調節が一番短い位置でセットすると、このチェーンの部分が結構長く出てしまうので、チェーンのエンド部分に引っ掛けて輪っかのような形にしていただくと短くなります。一番短くセットをしています。一番長くした時、モチーフは透かしの台に接着をしてセットしています。中央はアフリカンターコイズ、あと周りにいろんな石を使っていますが、ピンク色がキャンディージェード、そしてハウライトターコイズ、サザレ石はペリドット、あとアクアマリンとかスモーキーコーツとか、そしてアメジスト、先端に下がる黒の天然石はオニキス、後ろからです。またつないである飾りとかはメガネ留めで仕上げています。ネック部分はビーズを使っています。そして天然石のプレナイト、カニカンでセットをします。アジャスタを長く取りました。ご紹介の作品はお店のホームページなどで販売をしています。ただしハンドメイドのため売り切れの場合はごめんなさい。入荷した作品をどんどん楽しくご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お店のホームページはこごめちゃんに紹介をお願いします。こごめちゃんです。You can now order from Minne overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop.